え、俺ウェポンのダウン、上の一番上のタスクをずっとやってて、停電中もずっとやってたから、誰とも誰が来てるのかも全然覚えてないんだよね、ウェポンって。エリアがに抜けた人誰だろう。あ、いやでも最初にウェポンに2人くらいいて、僕入れて、でお魚さん、あ、お魚さんじゃないです、ごめんなさい、魚さん魚さんちょっと後から来たんで。あ、端っこに寄ってる。ジョジョの第3部みたいな感じになってる。エジプト編。はい、お願いします。司会お願いします。あ、じゃあ、火事を取ります。火事を。はい、じゃあ下集まってください。はい、じゃあ、インポスターの人は10カウント数えてから行動を行ってください。それでは、解散。ちょっとやめてべるるらんらーめちゃ噛みまくって何語喋ってるかわかんない。ナイス。ぜひこの滑舌がいいなと思った方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ちょ、何言ってるかわかんない。もう続きダメだね、いくよ。もうダメだ、もうダメだな。早い。はい、はい、今どこですか。光ってたら砂亀さんか。へえ、誰が発見した。先端、私です。はい、どこで見つけました。その前に神宮寺さんどうやって動きました。今通って、カフェテリアからストレージ抜けようとしたら、なんかレポート光ったらなんだなんだと思って戻ってったらね、そうそうそう。でも僕下見れてないんですよ。あ、じゃあ安心しました。アドミンで光ってますね。多分アドミンの左上部屋の中だと思う。アドミンだと、うん、僕証言するんだけど、最初アドミン行きました。はい。砂ザメ、ゲン、はい。あと誰だ、魚さん？魚さんいましたね。で、魚さんその後私確認してるんですけど、カフェテリアの方に行かれましたね。で、電気が暗くなったんで、僕は電気を暗くなった方向に向かっている。その時に、周りには誰もいなかったけど、僕はね、最後に出た。一応。最後に出たとか、ほぼ横並びで出たけど、最後に出ましたね。ゲームはストレージの配線の位置にしばらくいて、その後エレクトリカルに向かって停電を直そうとしたタイミングでブザーが鳴っています。あと右行った人ってパンダさんともう一人誰でしたっけ。あ、多分紫アルマーです。あ、じゃあ多分その人たちはやってないと思います。あ、茶色のアメタも行ってます。あ、ごめんなさい。あと紫なんですけど、ウェポンで魚さんが最後まで真横にいたの僕見てるんで、今回の殺害は多分関係ないかなと思うんですけど、結構僕結構大事な位置にいたと思ってて、僕はこのレポートが鳴る、まあ、7秒くらい前に出てるんですね、はい、部屋を、うん、で先端が押してるんだけど、神宮寺さんがなんか先端と近かったって話をしてたと思うんだけど、はい、神宮寺さんは先端がやってないことは確定できます。いや、わかんないです。そうか、僕は神宮寺さん白だと思います。同じ動きしたから、全く、まあそうですね、同じ動きはしてるんですけど、そのだから聞いた僕は。うん、何もうちょっと洗う？分からんすね。もうちょっと。僕押しましょうか。あ、じゃあ押せるか。押せるね。はい。現です。プテハシさん50%、センタンさんとジングジさんで25%ずつぐらいかな。現状。現です。停電直しておきました。ナイスです。ナイスです。僕はかなり先端、まあ、先端が神宮寺さんはないって言うんだったら、先端が結構僕の中では容疑が強いと思ってて、砂ザメさんは僕、じゃあ先に話させて、はい、メッドベイに初手行きました。停電な、さ、タスク、長めのタスクやりました。で、カフェテリアからストレージの方に向かいました。で、レポート光ったの。でも、ストレージの方じゃない、位置が知りたかったから、ストレージの方入ったら、ならなくて、光らなくて、じゃあアドミンかっていう感じを、ジングジさんが1秒遅れぐらいで、全く同じ動きをしたから、僕は最初にジングジさんに、どっから来ましたかって聞いたんですよ。それはアドミンから来た可能性も一応あったから、ちょっと聞いたんですけど。すれ違った可能性もあったってこと？いや、だから、僕はカフェテリアから来たと思って、
だから、神宮寺さんがそのルートをそのごまかしたらちょっと疑うかなと思ったけど、僕の見間違いじゃなく、同じルートでカフェテリア1秒遅れぐらいで入って、ストレージ1秒遅れぐらいで行って、アドミンに1秒遅れぐらいで戻ったから、僕は神宮寺さんもゼロ、うん、今回に関してゼロって思ってます。っていう話。じゃあ先端がかなり濃いかな。僕だって7秒くらい前まで砂ザメさんの生存を確認していたからで、それがアドミンだったんですよ。なんでそんな明確に覚えてるんですか。いやいや、だって7秒はちょっとなんだろう、自分のことをみんなに信じてもらいたくて言ってるけど、まあ、7秒くらいよ、本当に。ちなみにその7現です。ちなみにその7秒間だと停電中も含まれると思うんですが、それでも砂ザメさんが見えたってことですかね。最後に入った、最後に出たっていうのがね、おかしいよね。停電中の場合。いや、僕はだって砂ザメさんが生きてる時に出てるから。ん、最後に出たんじゃなかったえ、だから、いやそれだし。違う、砂ザメさんが中にいる時に僕は出てるよ。先端さんとプテさんとりあえずペアでいいんじゃないですか。ペア組む？やだー。殺されるよ。待て、なんかおかしな発言されてない僕。じゃあボタン押してください。え、てか みんなどんぐらい僕疑ってます？なんか不自然じゃなかった、僕の。80%、10%、10% ぐらいになりました。ゲンです。だよね、そういう普通、脱出だよね。いや、マジで違うくて、マジで違うからそうしたけど、だから、なんでこんなに疑われてるか分かんないけど、僕は、ちゃんと1から。最後に出た、だから、砂ザメさんが、アドミンにいるのを確認して、ゲンさん、魚さんの次に僕が部屋を出てるんですよ。はい。で、その後に僕は、その後に、そのキルが起こったから僕は最後に出たって話をしたのね。でもそれ停電中でしょ、なんでゲンさんと。いや停電中じゃない、停電治る前にツラザメさんを確認してその後に僕は出たの。だって停電中に出てないでしょ。ちょっといいですか、さ、はい、魚って今どこにいるっていう証言されてるんですかね。あ、僕が紫が、ウェポンで最後見てるんで。そうだよね、ウェポンにいたのは僕見てます。てかウェポンにしかいなかったから俺誰ともほぼ会ってないような感じなんだけど、あ、てか誰と会ってるのか全然覚えてないからちょっとそれだけ気になりました。魚さんでも初手アドミンだったですね。ゲンです。アドミン？何言ってんのゲンさん。え、下から上にフシュって上がってきませんでした。ゲンさん、僕アドミンになんて一回も行ってませんけど。え、プテハスさんもゲンさんも魚さんがいたって証言してるけど、じゃなかった。え、ゲンさん見間違い。え、じゃあアドミンにいた人って誰。いや絶対4人いたから。俺アドミン行ってたっけ。うわ、魚さん行ってるじゃん。なんだ、じゃあ魚さんの行動教えてんじゃん。え、俺ウェポンのダウン、上の一番上のタスクをずっとやってて停電中もずっとやってたから誰とも誰が来てるのかも全然覚えてないんだよね。ウェポンでカフェテリア側に抜けた人誰だろう。あ、いやでも最初にウェポンに2人くらいいて僕入れて、でお魚さん、あ、お魚さんじゃないです、ごめんなさい、魚さん魚さんちょっと後から来たんで。あれだと違うね。なんでここで嘘をつく必要があるのかわかんないんだけど。確かに。うん、最後にウェポンいたのは見てました。いや、僕は O2 側行ってたんで。え、絶対いたって。え、ゲンさんいたよね。右行ったのはパンダさんしか覚えてない。右が見えましたけど。で、魚さんが嘘をつくメリットがないから。俺、最初、いや、最終位置ウェポンだから、とりあえずは。多分、アドミンに本当にいたんだと思って、魚さんが勘違いしてる。と思うけどね。ウェポンにずっといるっていうのも時間的におかしいし。センターさん打ってたんでいいと思いますよ。やだ。行く？それで絶対僕ってなるのもなんかちょっとどうなんだろうと思っちゃうよね。
これこっち来ないでくれ、こっち来ないでくれ。し、近づけないから。あ、カンパさん、センタンが殺した、センタンが殺した。お、これアルバさん目に入ってたんじゃない？あれ、え、僕っすか？魚さん、魚さんも死んでない？え、だ誰がどこで、赤メタさんがセンタン殺した。アルバさん目に入ったでしょ？赤メタさんがセンタンさん、センタンさん殺した。センタンさん言ってますよ。センタンが殺したのを見たの、僕が。岡メタさんがセンタンさんを殺したのに、センタンさんがレポートされてるんですか？どういうことなんですか？いや、まあ、それはいい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 。何を言ってるんですか？センタンが赤メタさんを殺すのを見たんだけど、はい、違う、はい、誰か見てないですかって言ってんの。どこで死んでたんですか？カフェテリア。いや、ウェポンね。ウェポンの、O2 への入り口のところですね。そう、カフェテリアとウェポンの間ぐらい。いや、ペダ入れちゃおうかな。もう、入れよう、入れよう。昨日の僕は、まあなんか、一応、僕、疑ってる人いますか、ね、昨日の議論で。いや、もう必要ないと思ってて。パーくらい。じゃあもう、ペテさんつって、他の議論したいと思ってるんですけど、反論がある方は。ちょっと待って、なんで。あれば、一応再確認でいいですけど。ペテさんの、じゃあ、ペテさんの話を聞いてよかったなって心に響いたらローラーするんで、響かなかったらローラーしません。どうぞ。いや、だから、先端が僕は殺したのを見ていて、O2 に向かう。センタンが僕を殺したんだよ。センタンが僕は殺したのを見たから、いや、ダンスのゲイさん言葉のあやを取ってくるのか分かんないけど。いやいや、無料ですよ。わわおとはタイム意味違いますよ。はい、どうぞ続けてください。すみません。だから殺したの見ていて、誰か見た人いないのって言ったの。だから O2 に向かってる時に、一緒にいた人はいないんですかって。もう、僕を殺しに来るキルだと思っているから、いないのって聞いてんの。あれ、どうしよう。パンダさん来てません？ウェポンから O2 に。ん？うんうん？ウェポン？から O2 に。僕 O2 直してたんですけど、うん、で、その時に最初に来たのってパンダさんだ。ちょ、センター入れてって、僕見たんだって。でも、見っちゃうな。で、必ずローラーしてね。必ずだよ。本当に。はい、オッケーです。オッケー、ローラーします。魚さんがね、魚さんが最後リアクターでいて、クロムさんがその後リアクター入ってきます。なるほど。ちょっと死んだ時用にささっと。あ、ごめんなさい。さっきの最後の先端さんの話なんですけど。僕、リアクター行ってないですね。僕、O2 が鳴る直前までアドミン見てて、リアクターずっと一人だったんですね。ことは、死んでるかなって思ったんですけど、ちょっと先に僕 O2 一番近かったんで優先して、直して警報が鳴ったって感じなんですけど。その後は一応あれか。O2 な、説明すると、ドローエンジンの下にクロムさんがいて、左下に。で、うん、僕、ペアじゃないですか、ピアさんと。ペアだからさ、すれ違いざまに、それこそさっきの赤メタさんがやられたみたいな感じでやられそうだったから、離れたんですよ。その、極力。で、そこで、クロムさんがロアエンジンから、十字路の方。まあ、セキュリティに入ったっていうのはちょっと、まあ、疑ってよっていう意味も込めて言ったんですけど、入ったかどうかはわかんないですけど、上方向に行った。で、魚さんはリアクターの方に行った。っていう感じですね。多分リアクターで死んでると思うんですよね、魚さん。うん、僕もそう思います。何も分かんねえ。ちなみに赤メタさんもちょっとね、すごい僕たちに近かったから頑張って離れようとしたんだけど、ピタさん先行して赤メタさんが近かったから殺しちゃって感じになりましたね。アゲンです。ちょっとセンターさんにお聞きしたいんですけど、はい、神宮寺さんのこと今どう思われます？この3キル全部は手足さんだと思ってあります？うん、無理ですよ。魚3キルは絶対無理ですよ。今2キル起きてるんで、1キルしかできない状態で、時間が魚3キルが不可能です。手足さんは
なざめさんと赤のめたさんがやっさんで、もう一人がわかんない。なざめさん。神宮寺さんも白くなくなったってことですね。いや、魚さんがリアクターっていうのであれば僕 100% 無理だと思いますけど、右側にいたんで。もう一回洗ってもいいけど、タスク進めてもいいし、まあ、一郎落ちてるからタスク進めるか。死体発見優先で。うん。はい。はい。あまりにも空きすぎたらアドミン見てとかでもいいし、はい、適度に置くようにします。やっとで、これで一郎から解放されたぜ。イエーイ。ドラも落ちなそうだね。ありがてえ。落ちましょう。もうちょいね、離して洗ってもいいけど、ああ6人生きてるし、ボタン消費するのもったいないから再確認すればいいしね。チャンネル登録ありがとうございます。よいしょ。はい、まあキルクルタイム的な意味で押しました。大体30秒ぐらいかなと思ったので。あと押せる人は、はい、押せます。あ、神宮寺押せます。押せます。アルマさんはさっき押しちゃったんで。さっきアルマさんでしたね。あ、そうですね、さっき押しちゃった。あ、そっか、停電後のあれか。はい、僕も押したと思う。2回目で押したと思う、確か。あとじゃあ、せっかく押してくれたんで、あの魚さんのキルが可能な人を洗ってもいいかなと思います。うん、まあ、多分僕とあと誰ですかね。僕はリアクターには行ってないんですけど、パンダ左行ってない。左行ってないですね、僕右の方に。証明ができないんだよな、パンダ。誰ともどういうルートを通りました？え、どういうルート？すごいごちゃごちゃ動いてる。ずっとアドミンでスラッシュして、スラッシュ、カードスラッシュしてダウンロードしてゴミ捨てて、ん、ストレージでゴミ捨ててシールドで直して、で落ちたらなって、でまたどこ行ったんだかな。カフェテリアも直して、ストレージの給油して、オツ治ったタイミングの3秒後ぐらいにキルレポートがなかったでしたっけ？そんなもんだと思いますね。もう本当にそのタイミングです。治った直後です。酸素の妨害が起きた時のオツ治した人はパンダさんで間違いないですか？他の方。神宮寺さん。僕です、神宮寺です。で、左下は僕が治しました。紫が治しました。いました、パンダさん。パンダさんが、僕が治ったタイミングぐらいでパンダさんがウェポンからオーツに来たっていう感じです。ウェポン右からね。あ、右からというか、その部屋の右から来たって感じです。うん、会話、やべえ、アリバイがない。だったら僕パンダさん怪しんでます。ゲーム実はアリバイないんですよね、誰とも。そうなんですよね、ゲンさんも浮いてんだよな。全然積んでないからな。あの、順当に考えてもいいのか。逃げろ逃げろ、真後ろにいるぞ、きっと。黒川クラモが上から来てる気がする。パンダさん黒だったら、でも、あ、そういうルートを通ったっていうのは結構リスクのある事情
照明の仕方だよね。またかね。チャンネル登録ありがとうございます。その死体を発見しなきゃ。一発 OK 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 一発 OK。 いや3つ出たのでかいね。さんのヘイトの見え方もちょっと気になるけど、まあでも順当に考えてそうだね。今も黒川クロムいなかったし、まあ、順当でするね。アドミンで終わり。じゃあアドミンで終わりか。アップロ、うん、あいのか。アップロで終わりか。多分アドミンは。ゲンタスク終わりました。タスク終わりました。なんか押して、押してそうな気配だったんで押しました。いや、ありがたいです。押していただきたくて。ありがとうございます。クロムさんさ、なんで停電直さなかったんですか？停電直してましたよ。え、パンダ見たとき直ってなかった。なんかずっとカチカチしてて、俺が直したところが全部上に上がって、直したところが上に上がってっていうパターンです。パンダさん視点、クロムさんしかいなかったのに、直らなかったって話ですよね。うん、もう一人いませんでした、パンダさんと。僕が後から、遅れてですけど。変わりましたか、配電盤は。あ、僕、一応見たんですけど、見た瞬間に直ったんで、じゃあ、すぐ戻されました。クロムさんだね。順当に考えていいんじゃないですか。ジングちゃんとタスク少しです。あ、紫もまだちょっと終わってないです。2個ぐらいですかね、多分。でも俺本当に普通に直しちゃダメなんですけどね。そんなこと言われても仕方ないです、ね。神宮寺さんはパンダさん疑ってたけど、パンダさんってストレージからシールド行ってコミュニケーション、ナビゲーションの方からオーツ行ったって話してるから、嘘をつくにしてはちょっとあまりにも、そうですね。すれ違いやすいルートで誰ともすれ違ってないってこと言ってるから、こっからリアクターに行って魚さんを殺して、今ちょっと考えづらいし、どっかでクロムさんと会ってるはずだから、それだと。どこでですか？リアクター周辺。うん。もしそうならね、仮にの話。うん。だから、パンダさんはなさそう。今の動きからしても。アドミンしっかり見てたし。そう、ずっとアドミン見てた。暇だから。エクトリカルでも距離しっかり取ってたし、スクで行けそうですか？はい、スクで行くか。そんな感じが。停電とか、まあ緊急にだけ気をつければいけるかと思います。了解です。はい、すれ違ってたもんね。あれもクロムさん以外の人たちで、あとはもう他の人は。
ましたね。僕多分先端さんと思ってること全く同じだと思うんですけど。そうなの。だから黙ってるの。ああ、そうですね。じゃあ僕も黙ってきます。え？今これ源さんが亡くなってて、僕今直前まで源さんすれ違いましたけどね、エレクトリカル前で。うん。で僕ロアの下のこれで終わりと思ってタスクやってたらなったんで終わってないですよまだ。それぞれ行動を教えてください。神宮寺は終わってからカフェテリアからストレージのタスクが残ったのと、リアクター横セキュリティのところのタスク残ってたのと、で、ストレージの給油して、今、ローアイジン、これラストっていう動きです。で、何度もエレクトリカル前で、ゲンさんとストレージがあってます。パンダは直した後に、ゲンさんがエレクトリカル前で佇んでるのを見た後、O2 を警戒しに行きました。僕セキュリティ見た後アッパーエンジンでカフェテリアの方に向かってます。ああセキュリティいたこと言っちゃったね、アルマさんね、言っちゃったねこれね。セキュリティメトベイエレクトリカル、セキュリティエレクトリカルって動いてた人がいたんだよねこれ。しかもカメラが消えた後に。あれあれアドミンで見てましたね、アルマさんと僕が。で、そうですね、僕も見てました。メトベイに多分行こうとしたね、アルマさんは。あ、そうです、そうです。でまあどっちも行けば絶対どっちか死体見つけるかなって、ね、で僕はコミュニケーションになってたけどエレクトリカルの方から出てくるのを目視したかったから行ったらゲンさんが死んでました。うん、あーまあでも俺殺す必要なくないですか、タスク勝利でよくないですか。どっちがいい、あでタスク勝利がいいかな。お願い、ちょっとだけ出してお願い、ちょっと面白くないなるほど、任せます、もう皆さんに任せます。うん、ねえ面白くするって言ったじゃん。すまない僕が意味わかんないぐらい焦った。何言ってるかわかんない僕ってさ、だって何言っとろうと思って、なんでそんないじめんのと思って。いじめんのっていうか、ステさんが喋れば喋るほど怪しくなるんよ。思わざるを得ない状態が何回かあったのですよ。なんでいじめんのと思って、なんで死体に殺されとプテさんは一回ハメタさんが先端ファンクをしてましたって本当に焦りすぎてたね。そうめちゃめちゃ焦ってるのが分かってってか、だってそんなに初手で来るかヘイトと思って。でもなんかそのなんかそんなに別にあんまり何も言わなきゃあったよ、もしかしたら、うん、もうなんか異常だったもんな、急に僕 100% やってるみたいな、その先端 100% やってるみたいな言い始めたみんなうんってハテナついてたよ、みんなの頭の上に。手さんのこと誰も見てなかったそれ多分。じゃあ、うん、じゃあ勝手に死んだ、勝手に黒くなっちゃったのか。うん、面白かった。喋れば喋るほどどんどん黒くなって、いやだってアクション 50%、25%、25% だったのに 80%、10%、あ、これは誰かを巻き込んでやったろうと思って。いやなんかしかもさ、視界が違うからさ、あれだよね、僕はアルマさんも見えてたのね。僕視点見えなかったんですよ、だからもう。そうだよね、その視点で結構それを言っちゃうってダメだったんだなってね。後から聞いたと視界とかもさ、もうさテンパりまくって、いやインポスターいけたやったーって言ってさ。いやだから あんまり先端さんが白くも見えてなかったんですけど、なんかあのプテさんが言えば言うほどいなしていく先端さん見たら、あ白いなーって。多分みんな最初五分でしたね、先端さんと。そうなんですよ。プテヤスさん、あでも神宮寺さんと先端さんのあの動きが村っぽかったな。自分も速攻したいになった後に先端さんと神宮寺さんがすれ違って二度見したんですよ、この通路だからレポートが光ったんで。そう、すごいなんかアドミニを二度見する二人の行動がすごい村っぽかったんですね、あれ。そう
センターさんが面白そうにプテさんをいなしてるのがいや、だからあの議論だけは僕の舞台にしようと思ってめっちゃ叫んだ。もうちょっと砂鍋さんのこと奥で殺せてたらレポート引かなかったんだろうな。てか7秒ってなんだよ。少しでも通路にっていうふうに。いや、もう秒数の下りはいつもあの言うんだよね。盛るためにちょっと。7秒なんて覚えとるかと思って、殺したいから殺してから7秒やって思っちゃった。そうか。いやまあ、仲間捨てはそうなるか。とても楽しかったです。いやー、先端さんのローラだ。ローラ止めた方が白くなれるかなと思っちゃった。ごめんなさい。もうなんならすごい白くなりに来てんなとは思ってた。ああ、ロラー押せばよかった。なんならロラー押してもダメなんだよな。押しても直前ですれ違ったからね。直んないしさ、パンダが直してるもう戻すしさ、あ、これ黒やろずっとカチカチしてた、ずっとカチ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 、めっちゃ、めっちゃ、めっちゃ、こっち